てるのがディアボロスの始まりです。さっき行こう。どうやってディフェンスに入ってんの？いや、大人かに送ってくるが、おわーと、そのまま。ちょっとした、落として。選手がうまく、やっと。ナイスボール。さあ、右サイド。中に送って、シュート。いやオフサイド。やってしまった。サイドに流してくる。シュート送ってくるが、いやー、ナイスシュートですよね。今もアスパレルさんよ。足を出してうまくブロック。リア選手がうまくキープ。いやー、うまい。もう一人で。いやー、ナイスパス。トール、いやー、惜しい。サイド、石川選手が縦に行く。勝負できるか。中に送ってくる。うわー、いやー、ドンピシャでしたが。うわー、いい。うわー、コーナー、あれコーナーじゃないか。変動がありまして、右から左に攻める、左から右に攻める、ディアボロと広島となります。後半キックオフ。ラー選手が仕掛けて中に送ってくる。相手のヘディング阻まれますが、もう一度前ゴール。中に送ってきて出して、いやー惜しい。ここを抜き去った。中に送って、ここに選手が縦に仕掛けて中に送る。おっと、ここは原島選手がフリー。いやー、惜しい。武藤選手に当てて、岩田選手かける。打って、石田選手が縦に送る。小西選手が縦に仕掛けて、うまく、一度一旦後ろに当てて、中に送ってきて、高田選手がシュートー。いやー、いいシュートだった。いいでしょうね。何度のプレーになってくるでしょうか。ここでタイムアップの笛が鳴りました。もう負けは続いてるんですけど、本当につくば FC レディスの試合をぜひ皆さんご覧ください。ね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。